まで。あー、いけない。はい、50ゲーム。台はいい台なのにってやつですか。私のお手手がってことですか。そろそろトロフィーとか出ないんですね。何も出ない。さてと650ゲーム踏みまして、前回の AT からもう3回ボーナス引いてるんですけどね。間でボーナスの当たりは軽いんですけど、エピソードを引けず結局天井まで引っ張られてしまったという感じです。でもすでに投資が2万7000円使ってしまってるので、次の AT でしっかり無名回想以上までいかないとマイナスのままどうしましょうっていう話になっちゃいますからね。次こそ頑張ります。天井到達です。やっと2回目の AT です。カオ、さっきの分も返してください。お願いします。ちゃんとやります。こちらもイコマビバよし。静かね。すごい静か。大丈夫？あと13ゲーム。うん、じゃないの引いてるのよね。あ、よし。バッチグーです。はい。発展早めですけど大丈夫ですね。捕獲ついてるところのチャンスメントの符号なんで。はい。ふう、駆け抜け回避。やっと取れましたよ、ボーナス。斜めに行こう。はい、平行揃い。うん、どすこい。200、少ない。227枚。やっと最高獲得枚数更新しました。ではビバーさん、さっき引いちゃったからね。うん、ないか。綺麗にそのままズドンと揃いました。よかった、助かるよ。いいね、梅さん。50もない。10だらけです。少ないね。238枚。さっきよりも38枚増えただけでした。9はですね、いいじゃないですか。後ろの方ならいいのよ。7はなんか見たことない。お、やりました。ギリギリでナイス複合よ。戦える。次に向けての準備を始めてますね。素晴らしい。406枚。どうぞ。無名ちょうどいいんじゃない。今回無名さんはいけるよ。というかまだ卓が1回も出てないですよ。そろそろもらってもいいんじゃないですか。楽しみたい。ちょっと ST 中が静かすぎますね。これは本当に私だけの正解。チャンス名3回ぐらい引いてクソーってやるゲーム性じゃないの。やっと引きまして。引いてないんかい今の演出で。すごい裏切りだ。はい、終わるんですかこのまま。もしもし、全然足りませんよ。もう覚醒のお時間です。まだ一度もタクも出てません。
わあ、ナビもなし、難しすぎるよ、高鉄町のカバネ。ほな3回358枚で終了。今こんなでっかくイコマのチャンスに引かれても、ジャオキシギザシ、はあ、なんかね、悲しかったりちょっとイラッとした時はこの小吉兆しを真似するのがいいですよ。おすすめです、小吉兆し、ちょっとバカになれる。やってられないわ。どうやってみんな出してんだろう、この機種どうやってるのみんな。さあ行けました、7回目のチャンスゾーン。入りすぎですね、やっぱり。お、いけるの今回。やる気あるね、生駒くん。あと11ゲーム、あと10ゲーム間リプレイ以上を引き続ければいいんだ。そうそうそう、分かってらっしゃる。いけるでしょ、無名ならクリアしてますよ。え、急に倒しにかかるのやめてもらっていいですかね、3連続で。おかしいよ、おかしいじゃん。合わない、どう考えても相性が悪い。打ってる人が全員この気持ちになってるんだとしたら、こんなに流行ってるわけがないんで、相性が悪いんです。何回チャレンジしてもこう、どうしてなんだろうか。さあでは私2回目の AT50 ゲームからですね、さっきよりはマシ。確かここもなんかあったな、設定したな。お、援軍、お、親方様400ということは2ゲージ削れますね、これ。お、やっぱ親方様だね。でこれでさっさとくの市が来てくれると、かなりボーナスの期待が高まりますが、ああ倒した。謎にこう倒すことがあるんですよね、突然激しくゲージを。さあ、でこれ削り切るとボーナスがね抽選されます。7が揃えばビッグですが、 OK、 これがダメだとレギュラーになりますね。でこの通りですね、信長に勝利で上乗せのジャックゲームだ。多分1回は勝つと思うんだよね。でベルを引くと攻撃できます。で当然チャンス役も期待できるやつと。はい、まあ、1回は多分勝つんだと思うんですよね。でここでゲーム数乗せしてジャックに入って、ここでまた出玉取って、でこの繰り返しです。で信長を倒せばまたジャックがもらえてみたいです。10% ぐらいあったのかな、これベルで。全然やれないんだけどさ。すごいダメそうだよね。厳しいな。でこれボーナス引くたびにこの6門線がねこう溜まってくんですけど、6個溜まると、天下無双への道に行きますね。6個貯めなくても4個とか5個で行くこともあるっぽいですけど、まあ基本的には6個貯めなきゃダメだろうね。6回ボーナス引かなきゃダメだと思います。さあ6連、なんで、あーリップかよ。終わりますな、こりゃ。
伸ばせん。ちょっと天国に移行しちゃったからな、やめづらいな。さあ111です。緑、そこまでひどくないかな。ああ弱い、ああダメっぽい。ああでも弱攻撃だ。カットイン、カットイン来い。ああ出ない、ああ勝った。なんかね、そこまで弱くなかったんですよね。追加投資なし。さあどっちなんでしょうか。ああボーナスだ、なるほど。もうちょっと1否定が出ればな。いやー結局1回しか出なかった。お赤、通常 B 以上戻しただね、これはね。1個じゃきついでしょうが、残念だよ。何回やりましたっけ。やったんです。7で、これ8回目です。チャンスゾーン入りすぎなんですけど、この台どうなってるんですか。やっぱ腐らせてますよね。私ちょっと軍団長代わりに打っていただいてよろしいですか。私じゃダメだこりゃ。得意な人が打ったら相当出ますよこの台。こんな入らないでしょチャンスゾーン。一回食らって一回戻すを繰り返せば、そう繰り返せば OK、 無敵ゾーン入りました。久々です、テンション上がりました。いいよ、いいですね、順調順調。ほらずっと無敵ゾーンだ、ずっと俺のターン、いいじゃないですか。やっと取れましたね。8回チャンスゾーンやってビバで1回決めただけなんで、これやっと2回目、遠かったですね。148ゲーム、イコマのチャンスゾーンからです。持ちコイン当選、よし、ここがエピソードならまだいける。お願いします、左から押させていただきます。やりました、境目のセール、頑張ろう。あーテンション上がった。121枚、では行くよ。ゴーゴー。なるほど、無名イコマすごい加速しましたね今ね。ただ無名イコマなんですよ。行くぞビバさん、ビバ持ってれば 100% だったのに、悔しい。いいんじゃない？ピッピピは？よしよし、やりました。そう、毎回加速で取ってほしい。うん、お願い300ちょうだい、お願いだから、お願いだから。はーい、おーい、一目盛りも貯めてませんよ。前回ビバで今回滅び、チャンス目対応のやつないとちょっと厳しいんじゃないかなって思ってるんですけど、今更出ても遅い、はめきれません。あと5枚なんで。ありがとうございました。277枚。さあここから先は 25% の戦いになります。
とにかくチャンス目を引きまくれですね。散々引けてなかった人がそんなことできるんでしょうか。チャンス目2回、拍1回、拍生5です。ナビください、せめてナビをください。ナビが出るだけで嬉しいです私は今。あー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 、下段リプレイでした。229、苦しいよ、苦しすぎるよ、もうやだ。超きつい、兆し。お隣さんも250のところ引っかかって、エピソードこれ全体的に悪くないでしょ絶対。なんで当たり島に行って負けてるんだ、許せない。お願いします、ここで引っかかってください、お願いします。そこをなんとか超えたら困るんです、超えたら4枚目なんです。最高獲得枚数406枚って、エステ3回やってるのよ私。あーあーないやつだ。リバばっかり引いてますね。しました、よかった。はあ、追加投資ありまして、総投資が29,000円です。270ゲーム、よかった。ただここ早白やめてほしいですけど、そんな毎回毎回エピソードくれるとは思ってないんです。くれました、嬉しいよ。やっぱり君はいい台だ、いい台なんだけど私が悪い。頑張るんで、頑張るんで先輩お願いします。よし、かかってこいよ、強気に行こう。私はできる、そう私はできるよ、大丈夫。4回もやったらさすがに伸びるよ。行くぞ。嫌よ駆け抜けは、もう本当に嫌ねえ、頼むって。そんなチャンスでいけない、いけましたか。そうですか、あらかっこいいですね。ああそうですか、そうですか、じゃない方引いてますけど、それでもいいと思います。じゃない方でもいけるでしょう。はい、なんでしょうね、だからその気持ちよくならないですよ、ここで当たられてもね。よかったが勝っちゃうから、よっしゃーになりたいのに。もっと手前でお願いしますよ、あと斜めに欲しい。はい、あれかな、だから要求が多すぎるのかもしれないですね、こちら側もっと謙虚に行こう。あ、もうあの行こうまでいいです、はい、で200で大丈夫です、うん、十分です200で、うんうん、はい200で大丈夫です、ありがとうございます。大丈夫なわけあるか。227枚どなたですか、リバさん。あのチャンス目なしはよくわからないんで、ちょっと待ってください。3択が下手すぎる、うん、5の0、これはダメだ、それは負けるよ、うん、納得だ、私が悪い。覚醒で引けるかどうかまでやってまいりました、またここです。ラスト、何もなし。いつになったら上手くなるんでしょうか。188枚。三択下手でしたけど、純粋にそのレバーオンでチャンス目引けてないのもよくわからないですよね。あんなに引けないかしら。外れ目チャンス。
負けたことないです。てかまあ1回しか出てないんだけど過去に。あ、強攻撃です。カットインが出た。はい、もう大丈夫です。222はでも弱かったよな。リリチェかな。あ、222でした。モード移行いいんだけど。あ、しかも1ゲームで緑マックス。あー引けない。もう70。ここをやれれば多分勝てるな。やれなきゃもうアウトだな。うわー最悪だ。なんでリプレイ引くんだよ俺は。いやーひどい、かわいそう。我ながら親方様。お、なんか引いたかな。お恵みかな。あ、勝ちました。今度はちょっとな、5回ぐらい続けたいな。お、なんか引いたっぽいぞ。上乗せ。あ、スイカならでかいんじゃない。え、 10? スイカで乗せたらでかいって、まあ、この最中は確定なのかもね、もしかしたら。ジャック中はスイカで乗せたらでかいっていうのはもう初スロの決まり事じゃないの。出るでいつになったら勝つんだよ。さすがに。あ、なんか引いたっぽいぞ。弱チェだけどいける。やれましたよ。なんか攻撃が違ういつもと。あー、ダメなのか。引いたぞ。ラストゲームでダメな？マジ？あー、ダメなんだ。超1ゲージ削りました。なんだって出てこないな。おや、無限に20ゲームもらえるシステムだな。見たことないなと思った島左近はゲーム数乗せというか、まあ後乗せ復活確定キャラっぽいですね。どうやら左近、左近。あー雪村頼む。あー、もうない。もう難しいなやっぱこの台。挙動がねちょっとね気になる挙動なんですよね。で今多分チャラくらいか。あー、まだマイナスか。でもまあそんなに負けてるわけでもないんでやれてる方なんじゃないかな。ということでまた111まで見てみましょう。でこんなことやったら多分無限に終われないんじゃないですかね。もしもし。はいはい、こちら立花です。はい、こちら現場のマリモさんです。あ、お疲れ様でございます。はい、現場のマリモさん。いやー、なんか謎現象がね、はい、結構起こってまして。ほう、気になる台ですか。だいぶ、あら、いいじゃないですか。出玉は伴ってないんですよ今のところ。なるほど、うん、ちなみにおいくら使ってるんですか。16ですな。わ、すごい。
すごいんだ。いや全然それは研究続けてください。ちなみにあのたっちゃんも気になる台なんですよ、はい、気になる台、はい、と言いますと当たりはものすごく軽いですし、はいはいはい、チャンスゾーン10回入ってます。10回、はい、なのに、うん、3万円使ったところです、はい、どういうことですか。ちょっとかわいそうだな。そうなんですよね。ありがとうございます、気づいていただいて。そうなんです、私かわいそうなんです。今まさにかわいそうなんです。なんか示唆的なのは出たの？何にも。それは本当に大もかわいそうなんじゃないか。いや、でも私も信じたい。私も信じたいんですよ。あのお隣もその隣もトロフィーは多分出てなくて、あただその島全体を見る限りカバネリめちゃくちゃ初当たり軽いんですよ。じゃああとは引きさえついてくればってこと？そうなんですよ。そろそろいいんじゃないかと思って。わかるね、それはわかる。今4枚目入れました。なのでちょっとマリモさん研究を進めつつぜひ出玉もお願いします。出んのかなこの台。あ、リリチェ引いた。馬の背中か。でもリリチェの後多分リプレイでも勝ったりするんだよ。ハッピーライフハッピーホームって言ってますよね、絶対言ってんだよ。では6回目の ST が獲得じゃないや、6回目の ST が確定しました。